します。お待たせしました。おはようございます。超生活感ある。お願いします。はい。はい。あげまん役ですね。笹原梨乃さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ新一のドライリハーサルオーバーやってみましょう。お疲れ様でした。桜役の宮脇桜さんになります。よろしくお願いします。発熱役の児玉遥香さんです。よろしくお願いします。なんか純情な感じ青春っぽいねえ。とても人を殴るみたいなキャラじゃないですよします。めっちゃ人が多いあと翔さんとかと初めてお芝居するので怖いです。本物のヤンキーって感じ負けないように頑張ります。すいません。うちのマンを探しとったらしいやんか。なんか読め。まあそんなところ立ってないで、こっち来て座れよ。断る。始めよう。炭酸が入ってたら辛いけど。日を改めよう。うちの門ボコった。お弁当のガキたちも来てもらわねえとな。はいはいはい。じゃあ今度翔さんも決めますよ。お弁当のガキたちにも参加してもらわねえとな。絶対に言えないんで。今言えてます。今なんかわけのわからない。参加してもらわねえと。いやー難しいね。シェカラシカ女子商業吹奏楽部チームドンタクは逃げも隠れませんよ。日の出る感に笑い、いつでも来い。強くないですか私。シェカラシカ女子商業。噛んでるのか分かんない。商業だからね。写真集でしょ。だからシェカラシカ女子商業。シェカラチカ。シェカラチカ。シェカラチカ。さっきシェカラチカってそう。シェカラチカはやばい。シェカラシカ女子商業。シェカラシカ女子商業吹奏楽部チームどんどん。あ、うまい。シェカラシカ女子商業吹奏楽部チームどんどん。なんか噛んでないのに噛んでるみたい。何なんだろう。シェカラシカ女子商業シェカラシカ女子商業吹奏楽部チームどんどん。チームどんどん。チームどんどん。いいじゃん。また勉強して会ってました。シェカラシカ。シェカラシカ。シェカラシカ。本当は性なんですけど。だけどいい方。
シェカラシカの方が可愛いから、チーズ。あとね、もうね、中入ってくるタイミングを。いきなりね、シェカラシカ女子商業吹奏楽部難問が来たんですけど、なんとか乗り越えました。クリア。まず、帯役の多田さんです。あ、太田です。太田さんです。太田彦です。よろしくお願いします。ネジです。お願いします。よろしくお願いします。ネジです。よろしくお願いします。はい、袋とじ役、坂口理子です。よろしくお願いします。はい、カタカナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本村葵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、遅刻の七神です。よろしくお願いします。遅刻はい、いいよ、パンクのまま。はい、はい、行くよ。はい、あ、もういい。あ、もういい。ありがとうございます。てかさ、週末旅行キサラズってなくね？もういないよね。東京の旅館いっぱいやって。はい、入った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 。絶対入れたことないよね。入れる気ないや。顔顔顔顔がすごい顔ブス。顔ブス。まず方向音痴。届いてない分かって本みたいだったヤンキーなの。ヤンキーなの。一粒も残すなよ。みんな。めっちゃあるよ。先生に怒られるからね。私的に今日初めてやったこのシーンが一番楽しみにしていたので、すごくなんか楽しくて、なんかいい出来になりそうだなと思って、早く終わってよかった。どっち？あの舞台での演技はさせて、あ、暗くなっちゃった。私のオーダーで、はい、演技は舞台ではやってたんですけど、この何ドラマっていうのが初めてで、すごい緊張してたんですけど、でもやっぱメンバーが近くにいてくれるからすごい楽しいし、愛ちゃんベテランじゃないですか。慣れてるのですごい安心してできます。近くにいてくれるから早くて戦いたいんです。本当です。昨日あ盾の練習もそうやってすごい楽しくて、すごい、いや楽しかったんです。なんか次ストレス発散になるんだなと思って。普通やっちゃいけないんですけどね、こういう時だけ。今回のマジスカはマジスカ5にある前の話なので、なんだろう、あ、前はこんな感じだったんだって感じで、さくらとか滑舌の感じを見てもらえるかなと思うんですけど、すごい髪型とかも違うし、前回とはまた違った様子だったり、なんだろう、さくらとの関係性がすごくこれから楽しみなんじゃないかなって思います。HKT だけが、メンバーだと HKT しか出ないので、そういうマジスカって今まで一度もなかったので、すごく楽しみですし、だからこそなんだろう、HKT の仲良さだったりとか、わちゃわちゃ感というか、楽しんでる感じを少しでもドラマの中でも伝えていければなって思います。4、5を通して、この番外編を見てみると一番、コメディ要素だったりとか、なんだろう、面白い部分が多いので、
ぜひシリアスなマジスカというよりかは楽しんで見られるマジスカになっているので、そういうところを演じて演じ分けていけたらなと思います。あんな技でやられてるとか、そんな感じで。はい、じゃあ行きます。弱すぎ。やばやばい。ヤッキーって初めてやるからさ、ね、でもなんか嬉しい、なんか楽しそうっすね。他の人にいっぱい見られてビビられたいです、なんていうのやばいよ、みたいな。ヤンキーに見えますか？ヤンキー見えます。普通にたヤンキーですよね。スカート長いし、ね。あ、はい。決めてもらって。あと二人の一撃で、はい、髪の毛引きずり倒して。すごい。え、すごいですね。こんな強いのなんか。で、彼がヤンキー避けた、蹴り避けた。じゃあ掴みに来るから回せちゃう。ジャンピングパワー。避ける。投げた。投げた。で肩が掴んで。あ、この人が。バーチ。蹴った。はいはい。で一発。一発。バー。大丈夫。すごいいっぱい殴っちゃってごめんなさい。大丈夫です。一回だけ。一回で。まあ気持ちが乗れば。アクションシーンってめっちゃ楽しいね。アクションシーンが一番好きなの。ああ、ありがとう。ちょっと ダンスに近いかな。振りを覚える。踊るのが、動くのがいい。楽しそうでした。うん。リクリン今日何食べたの？タラコパスタ。やっべえぞ。今日さっき今ずっと見てました。芸人さん？芸人さんで今来てる芸人さん。ちょっと前からね。やっべえぞ。やっべえぞ。やっべえぞ。本当になんかもっと難しくて怖い人いっぱいなのかなって思ってたけど、みんな優しくってマジスカって感じがしなくて、なんかスムーズにできたし、あとシーンを撮るのが結構スムーズに撮れたのでよかったなって思いました。本番楽しみです。もう本当に不安で、朝からバスの移動時間はずっと台本とにらめっこで、昨日も結構ずっと台本見てたんですけど、無事今日のお芝居は完璧にできたんで、そんなにこうちゃんとお芝居っていうのはやったことなかったし、 HKT としては初めて、なんていうの、 HKT のみんなでやるドラマっていうのが初めてなんで、ドキドキするんですけど頑張りたいと思います。おはようございます。おはようございます。マメが。めっちゃ降ってますね。雨が。あいにくの雨です。塗っとったらコンタクトがひっついた。雨。やばい。お尻スッスッする。お尻やばい。全部突き当たりのところ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。友永さんです。はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。あとお尻役ですね、松岡さんです。はい、松岡夏実です。よろしくお願いします。
します。おはようございます。ちょっと寒いね。メンバーの、ひざのメンバーの皆さん、向こうにあります。寒いね、寒いね。今まで、違う別の仕事してて、全然、稽古っていうか、あの縦の列とかにも寝れなかったので、本当にぶつけ本番みたいな感じで、大丈夫なのかなと、怒られないかなって、心配なんですけど、不安の、いやもう、不安要素しかないです。でも撮影は、なんていうんですか、まあ、程よい緊張感で進んでいくみたいな感じで聞いたんで、どうなるんだろうって 今のところっていうか、今日は王しかセリフがないんで、そうなんです。セリフ回しとかあんまり なんかよくわかんないんですけど、あとすごいなんかいろんな方向から撮るんですね。で組み合わせて作るんですね。すごいですね。そういうなんか基本的なところから分かってないんで、すごい聞きました。いろんな人が勉強になりますね。こっちのハンコなら貸してもらおうか。ドラマって大変だなと思いました。まだ個人のセリフも通り越してみんなの戦いのところなので、どういうテンションでいけばいいんだろうっていうのがあったんですけど、でもお肉食べるので頑張ります。午後も MV もあるのでこの後は頑張ります。え、でも博多座明治座と朗読劇とかやっといてよかったなと思いました。行かせられるので、やってなかったら焦ってたと思います。
雨が降っててすごい雨との戦いみたいになってるんですけど、でも今のところこう順調なのでお肉を食べてしっかり頑張ります。髪めっちゃボサボサなっちゃいましたよ。びしょ濡れ、びしょ濡れやし、風あめっちゃなんかあもうやばい、なんか割れてる、長いし、あとでやろう、うん、まあ頑張った証拠だ。そうね、食べよう、はい、お肉。いや今からです。今から食べます。やばくないですか、焼き肉すげー温まる。テンション上がります？上がります。寒い中鼻水垂らしながら頑張ってよかったです。本当に鼻水が鼻水出てくるよね。やばい。しかもでもさ、透明な鼻水やけどさ、吸ってもさ、うん、上がってこんタイプの分かります？絶対垂れるやつね。大丈夫ですかそのアイドル。これ鼻水は可愛いね。肉あらふだー、ミオの肉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 どこ？ I'm hungry。やばそう、めっちゃ柔らかい。ご飯食べて終わっちゃう。やばい、ヒレ、ヒレ最高。やばい、やばい、やばい、またきた。ありがとうございます。うまい。選抜に入れてよかった。ハイエナの大好きですね。めっちゃ食べました。これ3回目です私。今日肉しか食べないって決めたんですよ。英語な感じだと糖質オフしてるんです今で。お肉は食べていいんですよ。だからお肉を永遠に食べます。でも牛タンって一番カロリー高いらしいです。知ってましたね。一番ヘルシーに見えて、こじはるさん情報です。単独でもって戦うんだ、なんないように。ちょっとゆっくりやってみましょう。はい、やった。そう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 。で、アッパーしたら、顔殴られた。そこのリアクションが大事で、ここは。忘れちゃう。こう、ガンってやった瞬間にアッパーするじゃない。そしたら、相手見た瞬間に殴ってきてるから、リアクションしてる。はい。ドン、ドン、ドン、ドン。で、引っ張られてガードするけど下がった。そしたら、さらに引っ張られる。あー、頑張れ。覚えられないなぁ。3、あー。気持ちが伝われば大丈夫。なんか戦おうとしてる気持ちが、うん、立ち回りっていう感じにならなきゃいい。ま、うん、こいつがね、なかなかのなかなかの強者です。僕らもやっててね。これ何なんですか。これはもうお互いが逃げれないように。チェーンデスマッチ。チェーンデスマッチ話したらまた、まあ、業界用語でね。知らない。業界ではチェーンデスマッチっていうんだ。どの業界なの。本当に言われてることは分かるけど、なるほど、
あの、これ流れでそこまでやってみます。監督、佐野健次郎。ここは2枚目でいったらいいですね、はい、もうね、もう何十年とシラフでキスした記憶らないですよ、もうどうするんですかね、若者としては。フレンチですから。いやいや、もう本当にね。はい、まあ、アンバン、よーい、トランクリップ。強くなったな、リノ。あんたと別れて吹っ切れたんだ。俺んち来ないか。考えとく。ナッコとミクがこっからこい、つけてまーす。本当にした？本当にしたの？いやー、ストライクじゃない、もうこの辺バカじゃない。世界中のダメな少年たちに伝えたいですよね。一生懸命腐らずにうつむかずに生きてきたら、こんな俺でも、こんな町に生まれ育った子でも、日本一のスーパーアイドルとキスできる気がする。おおいやー、本当にこのカメラが一体何に使われるか分かりませんけど、みんな人生捨てたもんじゃない、本当だよ。あー、そうだ、これはね、本当に伝えたいよ。うん、クラスでイケてない君、頑張りたまえよ、はい、いや見ちゃう、なんかもう複雑、角度がいいよね、こっち見えなかったからね、なんか逆にね、いやらしくて笑いが止まらない。そうね、さっき一回見えなかったんですよ。でもなんか想像しちゃってね、ってセクシー。今はもう丸見えだったんで、逆になんか表情が作れた。つらい、てかなんかいつも注意してた時だ。ずっとね、笑いそうだから、キスできないとね、ダメだと思って。なんか女同士だからね。なんか、やだ、心折れる。でも、翔さんとチューしたことになるからね。今はやだ。一日経ってから。バカだな。結構大変でしたね。やばかったよ。そう、やばかったね。なんかでも楽しかったです。暗いですね。めっちゃ楽しかった。なんか初めて私濡れるやつをしたんですよね。嘘、私濡れるのばっかり、水に。さすが袋とじさん。さすがですね。水に濡れてばっかり。濡れるお仕事は慣れてますね。そうだよ。水にもう濡れてまくって。水かぶりまくりだよ。でも。充実したね。充実してた。今日は一回もあまり暇な時間がなくて、そう、ずっと外に出ててね。ありがたいことですよ。リズムはうまくいきましたか？うまくいきましたよ。いきましたけど、まあ、最後ここで濡れちゃって、私一番危険なのが濡れることで。髪？そう、頭が薄いんです、ちょっとだけ。だからちょっと危ないんですけど。顔は可愛くて。そう、顔はね、きっと顔だけ見れば多分可愛いと思うんで、バッチリ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ
疲れ様です。来てるんですか？取れてます。あ、そうなんだ。お疲れ様です。楽しかったですか？楽しかったです。なんか雨どうでもなくなってきました、最後の。濡れすぎて。お疲れ様です。さようなら。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また次いつですか？次は夢の中で。いい締めやな。多分一生しないじゃないですか、人に。普段したことないないですよ。なんかファンの人に特攻服普段から着てるでしょみたいなこと言われるんですけど、初めてです。なんか蹴ったりとかはこう隠れるから見えないけど、顔はもう見えるから、うん、当たってるように見えるのが難しい。最後投げ倒すとこがあるんですけど、それ結構本当にそのヤンキーの方を体に乗せて投げ倒さないといけなくて、そこが結構難しかったです。本格的な感じで稽古の時は結構パンチとかが苦手であんまりできなかったんですけど、その後ホテルに帰って大きな鏡で練習したんですよ。それがちょっと活用できたので良かったですけど。なんだこれ。強い強い強い。うわあ。やれやれって言われます。やれって言われます。じゃあこの状態になってる。結構きつい。ね。足が。ちょっとプルプルしてる。待って、今もう取っちゃった。だって今だに博多座線言える。いや全然言える。余裕も言える。タヌキ。もう今巻いてる。はい。それをカメラで撮れると見てんじゃねえよ。今日の硬いです。それ貼っといて、ここにモザイクかかっとった。メイキング。もっとやらしい。あ、それはありますか。いや、そうですね、やっぱり、はい、あの、今日はちょっと硬くて。チームドンタクです。あんまりユーモアに溢れる時は、マクラーレです。始めます。マクラーレ今度マクラーレ選手権だ。アクションで始まって、アクションで終わる一日。アクションデイ朝一で。
はい。はい、オッケーです。このまま寝たい感じ。はい、寝たい感じ。じゃあ、顔を置きますか。後ろから。何これ。笑ってるし、笑ってるじゃん。楽しそうだよ。勝てるし。勝てるって笑ってるよ。楽しそう。ダメだ、楽しそうなの。しかもここめっちゃバッタし。あれやじゃあ、この子バッタでいきますよ。はい。今のフェストだから。かわいい。かわいい。大間ちゃんも笑っとこ、はい、危ないから絶対使わない絶対使わんでください10割10割喧嘩したことあるとかやろ寺本先に逃げ出すタイプやろ気持ち悪いもんな愛する人のためやったら分からんよマジスカ5から同級生時代のさくらとのお話ってことだったけど、すごいなんか友情芽生えてて、確かに仲良かったんだなっていうのがね、実は仲良しだったね。仲良しだったな。5では結構バッチバチだったもんね。闘争心メラメラみたいな滑舌がだったけど、そう友情みたいなの見れるし、他のメンバーのキャラもね、そういいよね。あとやっぱ博多弁がいいですよね。なんか、ね、見どころ、かっこいいとこもあったり可愛いとこもあったりするので、そこを見てほしいです。あと最後、一番最後に撮った枕投げのシーンは個人的にすごく楽しかったので、私も大好き、ね、楽しい。どんな感じになってるのか、結構素の私たちが、はい、出てると思うので見てほしい。素の私たちじゃないです。okay、ではまあ、そういうことに、まあ、仲良しな感じが出てる。いつもあんな感じ枕投げしてます、私。DVD を見てる皆さん、どうですか。学園ゼロ、いかがでしたか。いかがでしたか。今回ね、博多弁だったり、いろいろ見どころありますけど、はい、ありますけど、はい、そうですね。あ、サッシーとショウさんの、あのシーン、あれね、何回も繰り返し見たい。ね、ネコミクモもびっくりしてたね。可愛かった、可愛かった。皆さんもぜひ見てください。私たちのシーンもよろしくね。よろしく。これ選ぶ。8ぐらい。重い。9も重くね。7が軽いよ。なんで7が軽くね。こっちとかいつも9やけどさ、あもう9だけど重たく感じる。でもそんなガチでやる。7が一番軽いよ。8にしようかな。なんでもいいでしょ。じゃあ9か8。8にする。あ、私も8にする。乾杯。あ、できるっぽいですよ。マジでスカッとオレンジソーダ。マジスカ。美味しい美味しい。マジでスカッとオレンジソーダ。マジスカなんですって。マジだ。センスいいですよね。本当だ。すごい。しかもマジでスカッ。シールです。そうだ。ちょっとすごい。マジでスカッ。マジでスカッ。うまい。うまい。上手。私が作ったわけではない。じゃあ盛りにします。あんまりしないんですけど、でも HKT に入ってから番組とかイベントでボウリングします。なるほど。ちょっとね、こうやって落ちるのできそうですか。見た目だけでも100いったことないです。スコア下手ですよね。100いかないって多分普通ですか。標準。標準よりちょっとした。誰の彼氏。普段でも家族とよく行ってたんですよ。そうで、あの家族と行くときは結構ストライクとか取れるんですけど、
カメラが回ると絶対肩しか撮ったことなくて、だからもし今日時間があったらやりたいなと思って。ボーリング行くんだったら寝る。でも最近行きましたよ、なんか渋谷のなんかブラックライトのなんかボーリング場があって、なんか友達がボーリングしたいって言ったんでそこでしたんですよ。普通のこういうライトのボーリングもあるんですけど、なんかブラックライトのところがあって、なんかバレないからそこの方がいいね。そこやってなんかすげえおしゃれな気分になりました。でもずっとガーターっていう。下手くそ。なんか勢いがある時が3回に1回ぐらいあるんですけど、なんかだんだん疲れてくると手首がなんか曲がっちゃってずっとガーター。後ろにいる。でパッて見たらそこで倒れてる。強そう。もしできれば爆撃ぐらい。強そう。おれ。じゃ爆撃。パンチしたまんま裏面を。でパッて見るとあそこにやられてるやつがいるんで、もう一回飛び蹴りに行く。はい。はい、マリ。めっちゃ強くないですか私。もう一回ゆっくり、うん、もう一回見てる。難しいです。楽しみにしてた。そう、楽しみにしてたけどやっぱ難しいですね。切るの怖いですね。怖い。頑張ろう。いっぱい殴ります。意外に強いんですよ。ちょっと私な殴られないんです。全部避ける。楽しいです。なんかちゃんと眩しい。何眩しい。何謎の光。何眩しい。めっちゃなんかちゃんとそのアクションの方がちゃんと倒れてくださってるんですけど、その演技がうますぎて自分がもうこの世で一番強いんじゃないかと思っちゃう。危険ですね、そういうことしては。やめなさい君たち。やめなさい。難しい。怖いです。怖い。めっちゃできてた。じゃあ手やらなきゃ。いや同じことまた。はい、はい。結構長いね。今そっち詰まった。気持ちいい。楽しい。絶対弱い。はい、難しいです。タイミングが。最後一人余った。そう、ちょっといないで。アクションどうですか。最初のこれがうまくできないこんなお相撲さん。じゃあこれのちょうど反対側で生意気大人。でも楽しいです。なんかでも自分がすごい強いって気になっちゃって、喧嘩売られたらすぐ倒せそうです。普通のところで。普通のところで。普通のところでもなんか喧嘩勝てそうな気分になっちゃいます、こんな強いから。一回やってるから慣れてます。
強いめっちゃ先輩。アクションの先輩です。なると思うんだもん、さて。楽しいね。暑い。え？さっきまでめっちゃ寒かったのに。でもいいよな、勝手に相手倒れてくれるから。なんかすごい自分強い気になってます。渋谷とかで戦えそうです。ダメだ。逆にやられちゃう。矢吹さん、おはようございます。何してるんですか。休憩中です。これは使われるかな。監督。止まってる。あ、よ。おはようございます。監督。はよ。私のアクションどうでした。まあもうちょっと、うん、見てねえだろ。いなかっただろ。あのメイキングカメラ使われるのは挨拶が一番。メイキングスタートで言いましょう。あ。メイキングスタート。はい、使われまーす。ごめんなさい。続けろ、続けろ、続けろ。受けなきゃいけない。はい、投げる。投げる。はい。難しい。弱いから。はいはい。で、声出して使うメニューをやって、今それでいいんですけど、一人だとあの髪に髪にか。ほら、ちょっとですね。声出して。せーの、ほら。ダメ。ほら。声出さない。腹の底から声出そうか。喉だけで出して。何回もやされるからね。大きい声で。せーの、ほら。ダメ。ほら。ダメ。そんな声じゃない。せーの、はい。ほら。ダメ。もう一回でかい声。もっともっと出せるぞ。せーの、はい。おらダメ。でかい声いこう。せーの、はい。おらもっと。なんかびっくりするぐらいの声だと。せーの、はい。おらダメ。もっと倍以上、倍以上。求められたらやる。でかい声でって言われたらでかい声でやる。よ、せーの、はい。はい。じゃあ流れでやって。はい。おい。できないになってやるんだよ。やる。大きい声出してくれって言ってるだけだよ。メガホンも。はい。はい。まあ蹴りの威力を確実に増してってるけど。それがいい。それがいい。じゃあ整ったら行ってみるよ。はい。トラックに。はい。やめろ。やめろ。オッケーオーラ。はい、オッケー。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、アクションすごい難しいんですけど、声出してあんまり殴ったりしないので自分なりに楽しんでやりました。かっこよくできてるといいなって。お願いします。明日もアクションあるので。そうなんです。頑張ります。はい、ありがとうございます。戦い終わりました。いっぱい倒しました。これ見えます。見ていいですか。あ、近い。ねえ、近い。はい。ドラマシーンは終わった。あとはプロモーションですね。寂しい。ありがとうございました。ありがとうございました。あれだね。まだ
取って取りたかったなって。ちがみちゃんとリコちゃん。なんか HKT のみんなでこうやって何日もかけて一緒に撮影するっていうのがそんななかったので、なんかすごい新鮮だったんですけど、いいお勉強になったなって思います。これからも頑張ります。はい、PV とドラマを一緒に撮ってたんで、途中どっち撮ってるかあっちゃこちゃだったんですけど、でも多分 PV にものドラマの雰囲気がすごい出て伝わってくると思うんで、すごいかっこいいんじゃないかな。なんか早かったですでも楽しかったです。ヤンキーの役、こんな経験なかなかないのでお芝居も好きなので楽しかったですけど、早く出来上がりみたいですねお楽しみに寂しい、終わっちゃうなんて、終わりました。寂しいです。出来上がりはい、めちゃくちゃ楽しい。フール入ってるんで頑張って、はい、ありがとうございました。こんな経験なかなかないですからね。あれだっちゃう、やっぱりかっこよかったですか。かっこよかった、最高でした。恥ずかしかった、なんかちょっと照れちゃいましたちょっと仲良しなんで、やっぱこういうことするのちょっと恥ずかしいなって思ったんですけど、やっぱいい MV をね送るためにずっとお腹触ってきて見えて楽しかったです、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。たくさんの人に見ていただけますように。ありがとうございました。シェカーシカシカーシカまあ、ナルシ役だったんですけどでも初めなんか前回は舞台で男役をしていただいたんですけど、今回は普通のこうヤンキーの女の子として演技をしていただいて、なんか前の男役とは全然違って楽しく、なんか結構喧嘩を楽しむ役だったので、なんかすごいあのクッキーとか食べながら演技するのがすごい楽しかったです。まだ明日もあります。そうなんです。でもなんか難しいです、本当に。声出せる？出せないんですよ。でもなんか怒られちゃったから、はい、頑張りたいです。でも頑張れないです。でも頑張ります。はい、行ってくれば。はい、大声出します。ありがとうございます。お疲れ様でした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 。ホタテ大好き。1枚300円ですよ。やばい。え、牡蠣いいな。おいしそう。伊勢海老、さっきあった。何が一番食べたい？今までの中で？なんとか貝、あのなんとかかんとか貝、なんだっけ名前。ミノス。あ、それです。それが美味しそうだったんだ。あとホタテ。好きなんですね。はい、好きです。かき焼き今年行けなかったんで、ね、食べたかった。
本当に嫌な顔しました。してない顔しました。してないです。そんな顔ありませんと。してない。なっちゃんはいつも悪い。いつもしてる。お腹すいたもんですね。でも触ったら絶対休憩やと思う。絶対イカ入り焼きとかだ。イカ焼きがいい。だって開いてなかったよ。あかんと。行きようかみやみやなって行こうしてきようと思った。今日の4人はみんながどんどん上がっていく中、今日メインのシーンを撮ったので、うんうんね、今日初めてマイクつけたから、うん、セリフ結構もう今日が初めてぐらいの勢い。やっぱでもなんだろう、今日は頭のシーンを撮ったんですけど、うん、初日に最後のクライマックスのシーン撮って、そういう面ではドラマってびっくりしたよ ね大変だなと思いました。なんか戦った後から撮るからみたいな、戦った後の顔してって言われても、うん、やってないからできないみたいな、当たった後すごいなと思いました。ねえ、女優さんとかすごいよね。ねえ、勉強になったの。本当に勉強になりました。これがシリーズ化していいね行くことを願って、またこの衣装を着れますように。いや、本当そうですよ。ということで本編、ね、楽しんでもらってみんなのね、みんなの声で決まるからね、次が。いや、そうです。なのでお願いします。ぜひね、マジスカ学園ゼロ見てね。絶対見たくない。どんなエビが出てくる。面白い。よし、楽しかった。さよなら、腐らず。見たい。なんか食べよう。おごるね。みんなの焼こう。かぼちゃとか通って焼こう、焼こう。これに入れるってよ。はい、ありがとう、ぼよみ。ありがとう、ね、いえ。私、エリンギが世界で3番目ぐらい好きなんですよ。でも、手にも、すごい大きいから持ってる。みんな食べよう。みんなで、誰、みんなかぼちゃ食べるやろ。いや、エリンギって本当にね。ホタテ。はーい。これだけ。ホタテ。これ？うん。いいね。ホタテ、私もホタテ、私野菜担当に。広瀬さんもホタテ。じゃあ、これも違う。あ、野菜ね。マジか。自分のフライパンでいいよ。ありがとうございます。はい。はい。ヘイ。取るね。エリンギ、エリンギ大好きなんです、本当に。じゃあ、かぼちゃ。ほんと、サボ野菜も好き。かぼちゃ。なんかちょっとバランス良くないですか。私もあんま海鮮はいかない。海鮮大好きです。取ります。あ、これみんな用なんですよ。私は野菜担当です。これ取っといてください。できる女っぽく。いいね。珍しい。珍しいっていう言葉で、できる女カットだよ。珍しい。私もしないんで、でも言えない。これ何作ったの？焼きそばです。大人焼きそば。見て、焼き鳥。どうやったら？はい。また焼き。これ。ちょっと待って、美味しそう。美味しそう？ちょっと待って、美味しそう。いい？あ、開いた！こんにちは。こんにちは。入ったら失格。エリンギ。あ、普通町で。これ
よし、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。最高だ。たまに人気ないんですよ。美味しそう。めっちゃ美味しい。すごい、めっちゃ綺麗。あら、すごい。すごくない？やった、上手。いただきます。いただきます。それね、あれかけそうやな、やばい。3本もらいます。やばい。バターかかってる。美味しい。幸せ、結婚したい。はい、やってる。最初、持ち上げるときに彼女の痛い顔で痛いから持ち上げてから、グッと回して、こっちからも回して元はやろう。ね、はい、もう汗なくていいからね、たっぷりたっぷり、自分の方がはるかに強いから、はい、余裕を持って戦ったり、はい、殴るっていうか殴るまでだから怖い。わあ、恥ずかしい。でもふんだんに行きましたね。意外と。よかったです。とっても棒読みだし。そうだね、うん、どうだった？私はやっぱ人をなんかすごい殴るアクションとかって本当に初めてで、でも私はすごく楽しくて、楽しく終わることができましたね、このマジスカ。そう、すごい楽しかったです、アクションするのが。ダンス苦手なんですけど、このアクションだけはすごい早く覚えられました。普段絶対しないですし、うん、最初の神社でやってるアクションは泣きながらやったシーンなので泣いてると思うんですけど、どうなってるか分かんないけど、ぜひ見ていただきたいなって、新たな美桜が見えるんじゃないかなって思います、うん、そうだね。私はですね、なっちゃん、お尻とまどちゃん、角煮とその棒読みとメガホンの4人で、男子高生と戦ったシーンがあるんですけど、ショッピングの紙袋をバーって私上に投げて蹴ったり、もうはちゃめちゃに暴れまくってるので、そこは4人ともかっこいいシーンになってるので見てほしいなと思います。無事終了してよかったなと思います。皆さんにも楽しんでいただける作品になったらいいなと思います。ぜひもう一回見てください。バイバーイ。ありがとうございました。